まずイントロ弾いてみます。はい、まずイントロ、これ簡単ですね。今親指で全部弾きましたが、人差し指と中指を使ってもいいですね。もちろん親指、人差し指とか、まあ何でも大丈夫です。音の粒や音量が揃うように気をつけます。あとここ親指で押さえてますが、例えば中指や人差し指を使っても OK ですね。では、メインテーマいってみますね。ここからちょっと複雑になります。低音源はさっきと同じような動きですね。そこにメロディーが加わります。まず最初、1弦のこの音がメロディーになります。でここは薬指でプリング、そして小指。で同じ音ですが、ここは人差し指でプリングします。そうすると感じになりますね。そして次、ここも人差し指、こんな感じになります。では次進んでいます。一緒ですね。そして次、リズムが少し変わって、前半一緒ですね。では今の4小節つなげてみます。では次いきますね。で次も一緒。一緒ですね。ここは簡単なので、省略します。ただ最後、12小節目のここですね、がタンタンと入るので、5弦の2フレットと3弦を同時に弾きます。そして次のメロディーにつながっていきます。でここはそんなに難しくないんですが、ちょっとメロディーの音域が低いので伴奏と混ざってますね。
進みますね。ここも、同じような感じになります。19小節目、ここが少し音が多くなるので、まあ、ここも同じ指で弾いたり、こう人差し指人差し指で最後中指とか、こういう指使いでももちろん OK です。ただ見た目綺麗にしたいのであれば交互に、こんな感じですね。こうすると見た目も綺麗になります。そしてここも特に難しいところはないんですが、音量を少し下げて、このようなタッチで弾いてあげると綺麗かなと思います。そして次は一緒です。最後エンディングの部分行ってみたいと思います。
一応ゆっくり弾いておきます。